投資はあなたの住む家から。皆さんこんにちは。カリフォルニア不動産エージェントの三鬼塩田です。いかがお過ごしでしょうか。本日はですね、いつも私が言っております投資はあなたの住む家からということでですね、ぜひともですね、ご自分の購入する家からですね投資を始めていただきたいというところですね。それにはですね、必須になってくるのはFHA ローンということでですね、FHA ローンはですね 3.5% からダウンペイメントをすることでですね、物件を購入が可能となるというプログラムなんですけれども、それを使用するにあたってですね、いろんな注意点がございますので、そういったところをですね本日はお話ししていきたいと思います。はい、私はですねカリフォルニアの不動産ライセンスを取得しまして、今年で16年目となります。この動画はですね、カリフォルニアの不動産売買はもちろん不動産投資、それからいろいろな不動産に関する有益な情報をお届けするのがこの動画の目的となっております。ですのでまだ登録されてない方はぜひ登録をして、あなたもカリフォルニアのドリームをゲットしてください。はい、それではですね、本日のトピック、FHA ローンの落とし穴というところでですね、注意点等をお話ししていきたいと思います。はい、よくですね、質問をいただくのがですね、ダウンペイメントはいくらあったらいいのかというところが、皆さんご興味があってですねご質問されるんですけれども、実はですね、3.5% から購入が可能というところなんですね。で、そのプログラムがですね、FHA ローンというプログラムがございまして、収入はちゃんとあるんだけれどダウンペイメントがまだ溜まってないなと思われている方、それからですね、収入はあるけれどクレジットスコアがですねビルトされてない方、なかなか進んでない方っていう方にはですね非常に、有利なこのプログラムなんですけれども、FHA ローンの略はですねフェデラルハウジングアドミニストレーションインシュアードローンということでですね、フェデラルのハウジングプログラムの一つなんですけれども、これはですね、リクワイアメントがございまして、リクワイアメントにミートすれば 3.5% のダウンペイメントでも、物件が購入できるという素晴らしいプログラムなんですね。FHA ローンを借りるにあたってですね、何のリクワイアメント、どんなリクワイアメントが必要なのかというところなんですけれども、もちろん収入がないといけません。で、その他にですねクレジットスコアが580より上でなければいけません。それから、もちろんダウンペイメントが 3.5% 必要で、それからプライマリーレジデントでないといけないということで、居住の住宅でないといけないということですね。ご自分が住む住宅でないといけないというところがリクワイアメントとなっております。ですのでインベストメントプロパティを購入したいからといっていきなりですね FHA ローンが借りれるというわけではございません。ですのでこのあたりを注意してください。はい、でもですねプライマリーレジデントであればですね、コンドミニアムでもシングルファミリーホームでも、それからですね、デュープレックスでもフォープレックスでも、ご自分が住むのであれば、例えばですねデュープレックスでも、フロントの家に自分が住むんであれば、フォープレックスでもですね4つのうちの1つに自分が住むんであればこの、ローンが借りれるという素晴らしいプログラムなんですね。そうですね 3.5% の頭金ということでですね、どんなものかと言いますと、例えば $300,000 の、物件を購入するにあたって頭金は $10,500 が必要というところですね。で、例えば $400,000 の物件であれば、$14,000 が頭金が必要、 3.5% ですね。で、$500,000 の場合は17,500が必要ということですね。非常にローな、アマウントでですね家が購入できる可能性があるということでですね、非常に、素晴らしいプログラムだと思われます。はい、そんな風にですねレンダーさんにとってはですねクレジットスコアがローであるということ、それから、
ダウンペイメントが少ないということでですね、レンダーさんには非常にリスクが高いローンとなるわけですね。ですのでこれをですね、レンダーさんをカバーするためにですね、その代わりに、PMI というですね、インシュランスをですね、バイヤーさんは毎月支払わないといけないというところでですね、ペイメン毎月のペイメントに含まれてくるものが 20% のローンと少し違うところなんですね。ですので、この PMI があることが、一つの注意点ですね。そして、2番目、もちろん 3.5% しかダウンを入れないわけですから、 20% のダウンのペイメントとは 3.5% のペイメントっていうのは非常に変わってきます。同じ30年を払ってもですね、毎月のペイメントが少し高くなってくるのは間違いないです。ですのでそこも注意してください。このあたりはですね、事前にですね、自分が購入したい物件とですね、大体どのくらいのペイメントになるかというところをですね、確認して購入されることが良いかと思われます。はい、そしてですね、 FHA ローンの場合はですね、エスクローのクロージングコストがですね、ローンの大体ローンのアマウントの 1.75% のチャージがですね、エクストラにかかるというところですね。はい、それとですね、 FHA ローンを借りる場合はですね、 FHA のアプローブした物件でないと購入できないというところも、重要なところです。ですので物件がですね、どれでも買えるかというとそうではないんですね。ですのでその点も気をつけて購入しないといけませんので、このあたりはですね、ベテランエージェントさんに、ご相談してですね、物件を探していただきたいと思います。はい、こうやってですね、 3.5% で購入した物件どういうふうに増えていくかと言いますとですね、例えばですね、単純にいろんな手数料とかをですね、省いて簡単に説明していきたいと思いますけれども、例えばですね、$300,000 の家を購入したとしましょう。その時にかかる、ダウンペイメントが $10,500 ということですね。それが、その物件がですね、何年か後にですね、$400,000 になったとしましょう。その物件をですね、売却したとします。そうするとですね、手元に入るのが $10,500 ということになりますよね。そこでですね、例えばその金額でですね、例えば$500,000 の家を購入するとします。そうするとですね、その$500,000 の20% の金額は $100,000 必要だというところですよね。20% のダウンで 500K の家が買えるというところですね。そこにもうすでに 20% のダウンペイメントができているという素晴らしい状況が生まれるというところですね。ですので、これはですね、コツコツその 20% のダウンペイメントを貯めていくというよりもですね、家を購入した方がですね、もうそれよりも早くですね、20% のダウンペイメントが貯まる確率が高いというところなんですね。ですので素晴らしいプログラムなんですね。はい、ですのでぜひこれを使ってご自分の家を購入していただきたいと思っております。はい、いかがでしたでしょうか。たった 3.5% の、ダウンペイメントですね、ご自分の家が買えるとなるとですね、買わないわけにはいかないと思います。で、そこからですね、どんどん増やしていくことも可能です。で、これはですね、やはり先ほども注意しましたように、プライマリーレジデントでないとこのローンが借りれないというところですね。ですのでここをはじめに自分の家として購入するというのが大切なところです。で、あと、これを使ってですね、どんどん増やしていくことができます。ですので次回はそういったところもお話ししていきたいと思いますので、まだ登録されてない方はぜひ登録をいただければ励みになります。はい、本日はこんなところです。本日もご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。